思い出のガンプラキットレビュー集。マスターグレードモデル。逆式プラスバリュートシステム。宇宙世紀87年。具体的な戦果を求める英語のスポンサーらの思惑によって、連邦軍の本拠地であるジャブロー降下作戦が立案される。同年5月、ブライトの青艦長として迎えたアーダマを中心とする英語艦隊は、大気圏降下地点に集結。降下作戦の指揮を任されたシャア率いるモビルスーツ部隊が、バリュートを用いてジャブロー基地への降下作戦を開始するのであった。逆式は、テレビアニメ、機動戦士ゼータガンダムなどに登場する、反地球連邦組織、英語の攻撃型試作モビルスーツなのでおます。ゼータプロジェクトの副産物として誕生した機体は、クワトロバジーナという偽名を使って英語に参加した、かつての赤い彗星、シャアーズナブルが乗り込み、ティターンズが送り出すよも末なロボット軍団とドッタンバッタン大騒ぎ。欠陥のあった試作機の変形機構をオミットしながらも、破格の機動性能と格闘戦能力の高さが光る優秀なモビルスーツだったのでございます。そうだ、その通り。シャアが専用機として長らく使用した、唯一のガンダムタイプのモビルスーツとして有名な機体で、リックディアス以降の開発計画における格闘専用モビルスーツのフレームに、ティターンズからがめてきたガンダムマーク2の設計コンセプトを投影し、なんやかんやで完成したのは語り草。武装としては、専用のビームライフルに加え、リックディアスと共用のクレイバズーカやビームサーベルのほか、メガバズーカランチャーのプロトタイプを使用できるのですよ、初見さん。アニメ本編では序盤から登場したのはいいけども、中盤以降は、次々と現れるティターンズの新型モビルスーツの前に息切れした感が半端なく、逆式が弱いのか、それとも、シャアが弱くなったのかと論議を呼んだのだけれどもね。少なくとも、ジャブローへの降下作戦時には英語の新型としてブイブイ言わせていたのは確かなのだよ、皆の衆。そう、英語の出資者たちは英語の活動をアピールすべく、連邦軍の本拠地であるジャブローへの直接攻撃を要請。その内容は、大気圏外からバリュート装備のモビルスーツ部隊が降下し、一気にジャブローを攻略戦とするすんばらしい作戦だったのですよ。わけわかめ。バリュートというのは、モビルスーツや艦艇が用いる外付け式の大気圏突入用装備でして。ざっくり言えば、大気圏突入時に生じる摩擦熱から機体を守るためのオプション兵装なんどすえ。当然ながら使い捨てで、大気圏突入可能な戦艦や HLV などを用いるよりも、安価なのが最大の魅力と言っても過言じゃねえとか思ったりする今日この頃。バックパックに重ねる形で、冷却ユニットと最終減速用のスラスターユニットを実装し、突入時には地球に向けてエアクッションを展開するので、モビルスーツは地球を背にする形となり、エアクッションのノズルから噴出した冷却ガスによって、機体の降下の際に生じる摩擦熱から機体を保護するという、すんばらしいユニットだったのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。だが、しかーし、安価な兵装の例に漏れずユニットとしては脆弱で、命綱であるエアクッション部分は、展開後は装甲がないため非常に脆いという欠点があるのよ。参ったね。だもんで、用いる際には宇宙空間から地上施設への強襲作戦や、大気圏突入のタイミングを狙った奇襲攻撃など、時間的に余裕のない状況下で使用することにならざるを得ず、実際、バリュート展開後の無防備な状態で攻撃され、バリュートが破損して大気圏で燃え尽きた機体もあったのですよ。あいたたたー。ぶっちゃけ、展開した風船に身を任せ、地球を背にして自由落下する仕様は、バリュートを一旦展開すれば、モビルスーツ側のスラスターが使えないために敵の攻撃を回避することができないのでね。大気圏突入時のバリュートの展開が早すぎれば、まだバリュートを展開していない敵の的になるだけという鬼仕様。当然、こんな危険極まる作戦は多用できず、その後の地上での戦いは、英語の支援組織であるカラバガになったのは周知の通り。正直なところ、ガンダムシリーズではお約束と言えた大気圏突入シーンをファンに彷彿させる狙いがあったにせよ、作戦としては当時の目線でも微妙なレベルだったという評価も少なくなく、どちらかといえば、まさに、装甲機兵ボトムズのメルキア部隊を彷彿させるシチュエーションは、ボトムズフリークには受けていたものなのですよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。ちなみに、クワトロ隊員が乗る100式が大気圏突入したのは2度で、1度目はバリュート装備で降下に成功し、2度目はハンブラビの攻撃で大気圏に落とされ、ゼータガンダムに拾われる形での降下になったという歴史があるのでございやす。何気に、バリュートの登場は少ないながらも、そのデザインは評価が高く、モビルスーツでは、機動戦士ゼータガンダムに登場したジム2、ネモ、ハイザック、マラサイ、リックディアス、逆式のほか、劇場版ではガルバルディベータ、機動戦士ガンダムダブルゼータでは、ダブルゼータガンダムやバウなどが装備しており、当然、設定資料も存在するため、モデラーの作例でもたまに散見されてたのですよ。これ本当。悲しいかな。関連商品は極めて少なく、おそらく一番有名なやつがガシャポンのバリュートなのだよね。こいつは、同シリーズのモビルスーツをくぼんだところに入れて遊べる優れもので、
バリュート装備のガシャポン人形で遊ぶために SD 派にはそこそこ人気があったのだけど、まだ生き残っている当時の体験者がストックしてたりするもんで、今でもたまにヤフオクとかに出品されてるのが素敵すぎ。いずれにしても、一目見て商品化など念頭に入れてないデザインなどは明白で、当時の資料をもとにスクラッチした古参のモデラーにしても、バックパックの上にシステムを重ねる仕様は、作例に取り付けた場合のバランスが劣悪で、リックディアス以外はまともに立ちゃしないと聞き及んだものでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2005年9月、劇場版機動戦士ゼータガンダムの話題で持ちきりの中、2001年発売の100式が仕様変更されて話題となる。実に、ゴールドメッキ処理されていた部分が、光沢のあるイエロー成形へと変更された恩恵は大きく、バリュートシステムが追加されても500円も安い上、特に、メッキ落としの手間がなくなった点がモデラーに交換されたという。キットの値段は4000円。2005年9月に発売されたキットだよん。ちなみに、動画で使用したキットは10年ほど前に近所の中古屋で2800円で購入したもの。ガンプラ基金が長すぎてすっかり忘れていたけども、確かに、量販店にはガンプラが並び、中古屋には格安のガンプラが並んでいた。そんなモデラーに優しい時代もあったかもしれん。キットは、値段が高騰した最たる要因であるゴールドメッキ加工をオミットし、光沢のあるイエロー成形へと変更。これまでキット化されていなかったバリュートシステムを追加した上で、ベースキットより500円も安い値段で発売された名作なのでございます。名キット、来たー。このキットのポイントとなるのは2点。100式がメッキ処理されていないので安価となり、アニメイメージカラーのイエローで成形されている点と、言うまでもなく、このキットにしか付属していないバリュートシステムの存在なのだよ、おっかさん。とはいえ、ベースとなるキットが4年前の開発なので、このキットに続く、ガンダムマーク2やゼータガンダムのバージョン 2.0 に比べれば、関節構造も含め、見劣りする部分が存在するのは当然なのだけれどもね。例えば、最近、俺が新しい事務所に引っ越しした際、完成品のプラモのアンテナとか細かい部分の補強をしてたのだけど、細かいパーツが集約された部分や、瞬着を使って固定した部分とかが、こんなになんの？ってなくらいに外れてましたわ。まあ怖い。パチクミしたキットならすぐに修理しようと思えるけども、パーツ構成が複雑だったり、塗装が面倒なキットだと、調色するのが厄介なので時間がある時になんて思っちまうのよ、こんちくしょう。あるいは、いつか直そうとは思うのだけど、直さないまま、永遠に押し入れに積んじまうパティーン。引っ越しの時にそういう物がゴロゴロ出てきて、ちょっくらやべえと思っちまった当時の俺。果たして、100式は数あるモビルスーツの中でも、色がわかりにくい機体と言われておりますな。このキットの解説をして、アニメイメージカラーなんてバンダイさんがほざくくらいなので当然だよね、そうだよね。設定では金色だけども、アニメ本編ではイエローなので、当時に発売されたキットの成形色もイエローで、モデラーなんかが設定通りに金色で塗ろうとしても、なんだかとっても違和感しか生まないのは、金色といっても赤みが強い金色もあるし、青みが強い金色もある。何より、モデラーの捉えるイメージが千差万別な以上、確固たる100式のイメージが構築されていなければ、違和感しか生まないのは当然なのだと言っとこう。丸。その他、デザインベースとなった長野先生の100式ラフの存在から、ヘビーメタルみたいな塗装が適当なんじゃないかというやつもいたのは、あるいは、コミックボンボン市場での長野小沢対談の衝撃が大きかったからかもしれん。まあ、少なくとも塗装派のモデラーがメッキを落として間が減ったり、いやあんな成形色ではなく、昔懐かしいイエローの100式が作れる点で、選択肢が増えたのは巷のモデラーに交換されたのは確かやね。このキットにしか付属していないバリュートシステムの存在に関しては、バリュートシステムは、胸部、脚部、バックパックに取り付ける仕様で、脚部の取り付け部は新規パーツの外装が付属するほか、バリュート内のパラシュートは収納状態で再現、動力パイプは軟質樹脂で成形されているという、いわゆる、展開前の状態を再現した仕様なんどすえ。ところがギッチョン、100式以外のモビルスーツに対応したアタッチメントパーツは付いてないので、モビルスーツごとに手を加える必要があるのは当然ながら、バリュートが、数種のアタッチメントパーツ込みの単品で発売されたのが2012年と遅く、しかもプレ版の限定扱いだったことも、このキットを長らく使わざるを得なかったゆえんなのだよ。まいったね。確か、この2012年以降は、対応した新規のキットに専用のアタッチメントパーツが付いていたような気がするけども、なんだかとっても眠いから忘れちまったのですよ、パトラッシュ。脚式自体は変わりないので、プロポーションは、可もなく不可もなく、独りよがりなアレンジもない上、ABS の量も少ないという素性の良さを感じさせる造形はさすがと言っていいんじゃね？関節の可動は平均的で、その構造もシンプルそのものなのだけど、重たいバリュートを装備したこのキットでは、やはり、
足首などの保持力の調整が必要なのは間違いないかと思いやす。ギミックとしては、コックピットハッチの開閉が可能で、当然ながら内部を再現。脚部はシリンダーの伸縮ギミックを再現。バックパックは、背部のフレキシブルバインダーが稼働し、装甲を外すことで内部ディテールが見れる仕様。また、バリュート内にも収納状態のバルーンを再現しているのでございます。武器は、ビームライフル、クレイバズーカ、ビームサーベルが付属。ビームライフルはエネルギーパックの取り外しができ、展開式マウントラッチフックを引き出し、バックパックに装着が可能。クレイバズーカもマガジンの取り外しができ、こちらも、フックを使ってバックパックに装着できるのが嬉しいね。ビームサーベルは本体が2本、クリアイエロー成形のビーム刃が2本付属し、サーベル本体は腰部のサーベルホルダーに装着可能。ハンドパーツは可動指式で、射撃武器用とサーベル用の2種類が付属。このハンドパーツは手の甲の部分は共用で、それ以外は ABS 製な上に親指が固定で、他の4本が一体成形という、当時では珍しい仕様だったのだけど、保持力がいまいちなのは変わらなかったものなのよ。そうだっけ？その他、バリュートシステム一式は当然として、同スケールのクワトロ単位のフィギュアが2種類と、色分け用のホイールシールが1枚、マーキングシールが1枚、一発勝負のガンダムデカールがついてるのですよ、こんちくしょう。とにもかくにも、違いがわかるモデラーには、今でも人気のキットなのは間違いなく、バージョン 2.0 が出た現在でも、こちらの方が好みというモデラーも少なくない印象なのだよね。しかも、後発のクリア外装付属版や、何気に人気の HD カラーも出ているので選択肢があるのも好印象。とは言ってもね、なんやかんやで、客式は人気の機体ですんで、バージョン 2.0 も含め、今でも量販店では見かけないのがイミフ。むしろ、ぼったくり価格の中古屋の方が品揃えが豊富なのはどうかと思うのだけどもね。いいおっさんがそこいらを探し回るより、ぼったくり価格の中古屋で買う方が時給換算で考えると安くつくし、コロナとか感染したらそれどころの話じゃないので、ついついネットとかで買っちまう処刑も少なくないのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。